はい、ゲストの方をお呼びいたしましょう。将棋ウォーズで有名人のこの方、金吉さんです。おの正体が。そうですね、今日知りました。はい、あ、では自己紹介の方お願いします。はい、お願いします。いつもお世話になってます、将棋ウォーズの金吉です。よろしくお願いします。大将って来たんですね。大将、林さんとは一緒に飲んだりもする仲。そうですね、もう昔から、はい、もう競合としても有名な方でして、はい、もうね、関西に金吉ありと、ね、ということで、瀬川さんも対戦したことあるんじゃないですか。もうよく知っています、はい、でも金吉さんは違う人だと思ってましたとか、想像つかなかったんです。ウォーズでやったことあるんですかね。ウォーズ、いや、多分あると思いますよ、はい、はい。1日平均何曲ぐらいですか。いや、最近はあんまり指してないんですけど、最初の頃は結構30曲とか、30曲とかやってましたね。すごいですね。あの、金吉さんは現在何位なのでしょうか。ちょっと今回あんまり指してなくて。あ、そうなんですか。最初の頃30勝3敗ぐらいまで結構頑張って指してたんですけど、そこからあの清水谷時さんにやられて、こう一気にこう来て、そこからあんまり、まあちょっと仕事忙しかったっていうのもあるんですけど、あんまり指してないんですね。はい、まあでも次回頑張ります。はい、次回の方で優勝を狙っていただいて、ね、はい、第1回、第2回、あの名人戦の方で、はい、共に準優勝ということで、ものすごい、すごい、もう3分切れ負けがとにかく弾丸モードが強いのは有名ですね。そうですね。でもいつも3分切れ負けで刺されてるんですか。そうですね。はい、ではここで実際に将棋ウォーズの方を対戦していただきたいと思います。はい、では準備はもう整ってるんですか。準備整ってますかね、はい、あの、負けても大丈夫ですか。自信のほどはいかがですか。いや、なんか最近負けまくって8段からちょっと落ちそうなんですよね。そうなんですか。でっていうか、あの、もうそろそろ落ちますね。ちょっと維持するのが大変なんで、はい、ここでも勝ってね、なんとかなんとか。そうですね、そうですね、でここで来られて、ここは得意の3分切れ負けで、もうやっちゃって大丈夫ですか。はい、お願いしたいと思います。いいですよ、タイミングいいと、集中できるタイミングで。可愛いって言われてますね。うわ